内優奈がご案内します。普段はあの野生の鹿ちゃんなので、はい、そのカピカに磨いてます。たまたま引いてたのが女性の方だったんです。ちょうど夕日にね照らされてキラキラ輝く、結構穴場の道なので、うん、なので私たちもずっと黒い物体指差しなくてこんな感じです。今日よろしくお願いします。お願いします。お待ちしてました。はい、したらじゃあ早速乗っていただきたいと思うので、はいはい、足元気をつけてもらって、ワン、ツー、スリーで行きましょう、はいはい。ありがとうございます。ワン、ツー、スリー、バッチリです、はい。ありがとうございます。よいしょよいしょ。じゃあお幅もしよかったら、はい、横でもいいです。そうですね、はい。足元でもいいので、ありがとうございます。バッチリです。ありがとうございます。シートベルトいいですかね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ちょっと膝の上も美しくしておきますね、はい、すいません、ありがとうございます。はい、ちょっと夕日がね眩しくなってきたので帽子かぶらせていただきます、はい、大丈夫です。失礼します。今日ちなみにどちらから来られてるんです？あ、僕はね東京から来ました。はるばる遠いところから、はい、ありがとうございます。宮島は何回目ですか？宮島はね、2回目ですね。前回いつ頃来られました？子供の頃に、あら、あの修学旅行で来ました、うん、ありがとうございます、はい、じゃそれぶりですね、今回は、ね、ありがとうございます、はい、すごい楽しみにしてました、今日。あら、私もですよ、はい、あ、本当ですか？ちょっとワクワクしてました、今日。 ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあで今日はお時間1時間いただいて、はい、しっかり宮島巡っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速ゆっくり持ち上げるので、はい、背もたれしっかりかけておいてくださいね、はい、行きます。よいしょ。さすがですね、ベテランのリアクション。 ありがとうございます。ありがとうございます。もっとあれですよね、うん、なんかこうリアクションした方がいいですよね。そんなことない。はい、ありがとうございます。ベテランだなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日ご案内させていただくのが、はい、恵比寿屋宮島店の竹内優奈がご案内しますのでお願いします。お願いします。よかったらお気軽にゆうちゃんで。ゆうちゃん、はい、ゆうちゃん頑張りますんで。お願いします。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ安全運転で行きたいと思いますので、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。ゆうちゃんさん、なんかあの、はい、名札に星がついてますね。あ、これですか？はい、お客様からいただきました。あ、いただいたんですね。おー、すごい。ありがとうございます。星ついてますね。可愛らしい星をつけて、はい、いつも頑張っております。はい、じゃあ、あの白い車が行ってから出発したいと思います。はい、お願いします。じゃあちょうど今あれですね、うん、あのこの島から帰る人がたくさんいる。そうです、そうです。感じの時間なんですね、今ちょうどこの時間帯はね、はい、島から帰られる方が多いので、うんうん、行ってきます。よいしょ。なので結構人が多い時期とかは、はい、帰りのフェリー乗るのに結構並ばないと乗れないんですよ。うです、うん、はい、ですです。なかなか島から脱出できなくなっちゃいます。なるほどね。ですですです、はい、でしょ。どうですか、乗り心地とかは大丈夫そうですか？お、めちゃめちゃいいですね。 ありがとうございます。はい、嬉しいです。よいしょ、失礼します。よいしょ。ほっほっ、どうですか、今日宮島来て、はい、鹿には会いましたか？鹿会いましたよ。お、うん、どうですか、宮島の鹿とは仲良くできそうですか？宮島の鹿は結構あれですね、うん、はい、お客さんの手に持っているものを結構かじりに行きますね、うん、そうです、もう何でも食べちゃいます、うん、結構見ました、今日そういうシーンは。そうなんですよ、はい、なんかもう本当油断してたら、はい、後ろからそーっと近寄ってパクッとやられちゃうので。そうなんですよ。そうですね、気をつけないといけない。結構鹿っていうと、はい、皆さん奈良をイメージされるんですけど。あ、そうですね、ですよね、はい、やっぱりこう奈良と違うのは、はい、宮島鹿せんべいあげてないですね。あ、そっか、うん、そうなんですよ。確かに、もう基本的に宮島はもう餌付けがブッブーなので、はい、あ、そうですか。そうなんですよ。あ、そうなんだ。普段はあの野生の鹿ちゃんなので、はい、お山帰ってで自分たちでこう木の実食べたりとか。野生の鹿なんですね。そうなんですよ。へ、あとはまあ落ち葉食べたりとかね。ああ、そうなんですね。なんでも結構オーガニックな生活してます。そっか。そうなんですよ。あ、じゃあ、視聴者の皆さんとかあの観光に来ても鹿に餌をあげないように、うん、そうなんですよ、あげたらねダメですね、はい、うんうん、です。そうなんですね。でもなんか15年くらい前までは、はい、やっぱ宮島でも鹿せんべいはあげてたみたいなんですよ。あ、
そうなんですね。そうなんですよ。でもやっぱりこう、うん、鹿のちょっと被害が増えちゃったみたいで、はい、うん、今はね、なしになってるみたいなんですけど。そうなんだ。そうなんですよ。昔はあげてたみたいですね。僕ね、うん、子供の頃来た時に、あ、はいはい、鹿せんべいで、うん、鹿に餌をあげた記憶がありますね。あげました。うん、あります。はい、じゃあちょうど、うんうん、はい、その頃は私はもうずっと鹿あげちゃダメだったんで、一回もあげたことないですね、宮島では。あ、そうなんですね。うん、そうそう。でもまあそれもあってか、はい、奈良の鹿と比べるとだいぶ体格がちっちゃかったりとか、うんうん、結構なんだろうな、人懐っこい子、人慣れしてる子が、あ、優しい性格の子が多いイメージがありますね。そうです、そうです、うん、すごくあの、うんうん、海が綺麗ですね、この時間帯。 あら、ありがとうございます。ちょうど夕日にね、照らされて、そう、キラキラ輝いて見えますからね。よいしょ。いいですね。これからね、海沿いの道通るんで、さらに多分海が綺麗に見えると思うので、はい、あ、それは楽しみです。はい、シャッターチャンスです。こんにちは。今日はね、せっかくなのでこっちのね、人力車ロード通っていきますね。人力車ロードがあるんですね。はい、ちょっと揺れますよ、はい、よいしょ。鹿だ。あら、鹿ちゃんがお出迎えしてくれてますね。よいしょ、行ってきます。よいしょ。すごいですね、人力車近づいても全然逃げないですね。そうなんですよ、びくともしないですね。びくともしないですね。そうそう、もうたまに本当細い道なんか、はい、真ん中にシカちゃん止まっちゃって通行止めされます、はい、あ、そっか、もう全然通れなくなっちゃいますから。大変ですね。そうなんですよ、シカちゃんにいたずらされちゃいますね、たまに、うん、そうそう。あ、ここいいですね、ここすごい、はい、ありがとうございます。結構穴場の道なので、うん、しかも人も少なくて、本当だ、はい、景色綺麗、ここからね、宮島一望できますね。よいしょ。めっちゃ綺麗。ありがとうございます。すごい。そう、ちょうどね、この時間帯本当夕日が綺麗に見えてめちゃくちゃおすすめです。そう、ちょっとね、眩しいと思うんですけど、せっかくなのでね、はい、ここから宮島を見てほしいんですけど、はい、右手にね、あの例の大鳥居もしっかり見えますし、ここからぜひ見ていただきたいのがお山です。はい、山、あそこの正面の大きなお山、わかりますかね。はいはい、あれはでかいですね、ライブ。そうなんですよ、これ宮島の御船って呼ばれるお山です。お、うん、高さがね、535メートル、はい、そこそこあるんですけども、はい、これ面白いのが形です。うん、これあの巷では、はい、女神様の横顔に見えると言われてます。あ、はい、本当だ。どうですかね、見えましたかね。上を向いてる顔ですね。大正解です。はい、素晴らしいです。一応なんですけど、はい、ゆうちゃん真似しときますね。こんな感じです。上向いてる大きな女神様の横顔に。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、これ厳島神社あるんですけど、はいはい、ここに祀られてるのが3人の女神様なんですよね。あ、女神様が、うん、なので、そうなんですよ、その女神様がお山乗り移って、ほんで島のことを見守ってくれてると言われてます。そうなんです。ただね、このお山の登山することもできます。ああ、そうですか。はい、ただのめちゃくちゃハードでして、なんかすごい高いですもんね。そうなんですよ。一応五重の塔見えますかね。50、ああ、そこね、あそこの上のお山がちょうど山頂になるんですけども、はい、あの上か。そうなんですよ、みんなあそこめがけて頑張って登るんですけど、下から上まで頑張って登ろうと思ったら、はいはい、片道2時間かかりますね。あ、そんなかかるんですね。めちゃくちゃハードです。片道で、そうです。あ、そうすか。2時間、2時間、往復4時間。あ、大変ですね。なかなか。そうなんですよ。なんで一応ロープウェイがあるので、うん、ロープウェイ使ったら、はい、まあ、片道1時間ぐらい。あ、そうなんですね。うん、ただもう本当、特に夏の登山なんかは本当、はい、めちゃくちゃしんどいので。あ、そうすか。おすすめはしません。わ、はい、かりました。ただ本当、涼しい季節とか、はい、すごい天気のいい日は、うん、ぜひ登ったら山頂から、ね、はい、四国見渡せるくらい絶景が広がっているので、そうです。体力自信がある方なんかはぜひぜひちょっと登ってみてください、はい、うん、です。私もこの間の休みの日にちょっと頑張って登ってきたんですけど、はい、あ、そうなんですね。まあ、ヘトヘトなりましたね。あ、すごい。なかなかしんどかったですね。そう、最近は結構やっぱ海外の方増えてまして、はい、うん、はいはい、特に海外の方すごいアクティブなので、はい、登山好きみたいで。あ、そうなんですね。そうなんですよ、もう本当すれ違った方、はい、もう本当8割9割海外の方でしたね、はい、あ、そうなんだ。そう、あ、私かちゃんがやってきましたね。この子よく見たら角生えてるので。あ、結構立派な角ですね。立派な角です。これ男の子ですね。そうですね、うん、これからの時期、はい、男の子は盛り始めるシーズンなので、はい、ああ、
そのピカピカに磨いてます。そうなんだ、うん、すんごい綺麗にはとんがってる状態なので、はい、怒らしちゃったら危ないです。あー、そうですね、はい、です、ね、でまたね、鹿の世界では、うん、はい、男の子は色が黒ければ黒いほど女の子にモテるんですって。あ、そうなんですか。そうなんですよ、なんでこれから鹿ちゃんは、はい、ちょっと汚いですけど自分の体におしっこ塗って、あ、そうですか、その上に泥まとって武装します。なるほどなるほど、うん、そうなんですよだから人間界でいうヒサロみたいな感じですね。あ、そうなんヒサロね色黒くして女の子にモテようとして、はい、うん、ですです。よいしょ、こんにちは、ありがとうございます。よいしょ、いや海めちゃくちゃ綺麗ですね。ありがとうございます、うん、よいしょ。今はちょうど干潮と満潮の間ぐらいの水の高さですね、はい、ちょうど中間ぐらいなんですね、うん、今日満潮がお昼の2時ごろだったので、はい、そうです、一番水が高い時間帯、はい、でその6時間後に今度、干潮になります。お、うん、潮の満ち引きっていうのが6時間周期なので、はい、6時間かけて満潮になって6時間かけて干潮になるみたいな、うんうん、なんか、はい、僕のイメージなんですけど、はい、干潮になると、うん、あの鳥居ぐらいまで歩いていけるっていう、はい、イメージがあって、はいはいはい、はい、合ってますかね。大正解です。合ってる。あ、そうなんですよ、干潮になったらもうここの水全部なくなっちゃうので、はい、鳥居のね、あの真下まで歩いていけます。すごいですね。そうなんですよ、なんで歩いていって、はい、みんなあの真下で写真撮ったりとか、はい、鳥居にタッチしてパワーをもらったりとか。あ、そうです、そうです。なるほど。干潮の時間はまた別の楽しみ方が、ね、できるので。あ、いいですね。そうなんですよ。一日の中でもいろんな景色が楽しめるのが宮島のいいところですね。はい、へ、うんうん、逆に、うんうん、こういう満潮の時は本当水面にね、はい、鳥居が浮いてるような感じで、うん、見れますし、本当に、そう、満潮の時は真下までね行けないじゃないかってみんな言うんですけど、はい、あの休みの日土日なんかは船が出てるんですよ。はい、あ、そうなんで皆さんその船に乗って、はい、鳥居の下をぐるっとくぐって帰ってくるっていうね。あ、船であの下通れるんですか。行けるんですよ。すごい、そう、ただすごく人気なのでいつもめちゃくちゃ並んでます。そうなんですよ、なんで満潮でも実は真下まで行けちゃいますね、はい、あ、うん、ゆうちゃんさんは、はい、この車夫のお仕事は、うん、本業になられるんですか。そうなんですよ。あ、本業なんですか。はい、お、そうなんです、あ、ちょっとここね揺れますね、はいはい、最初は私学生の時に始めて、はい、最初はアルバイトでずっとやってたんですけど、はい、ちょうど今年の春、はい、学校卒業しまして、はい、そのままこっち来ちゃいました。あ、そうですか、はい、え、すごいですね。いやいやいや、あ、すごい、ありがとうございます。あ、もう職業で社夫さんなんですね。そうなんですよ。あ、すごい、なかなかでもこの仕事するまではこうバリバリスポーツするようなタイプでもなかったので。あ、そうなんですね。そうなんですよ、もう最初はね、はい、結構ボロボロなってたんですけど。なんでこの仕事始めたんですか。これはもう一目惚れですね。お、うん、最初初めて車夫さん見たのが京都だったんですけど、はい、あ、そうですね、たまたま引いてたのが女性の方だったんですよ。あ、そうですか。めっちゃかっこいいと思って。そうですよね。そう、もうビビッと来て、はい、で気づいたらもう宮島で走ってました。あ、そうなんですね。すごいな。そうなんですよ。そっかそっか。そうそう、相当衝撃受けましたね、あの時は、うん、こんなかっこいいね、職業があるんだと思って、うん、かっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいですね、はい、どうですか、お客様はなんかこう運動とかスポーツとかされてますか。僕はね、見るの専門なんで。あ、なるほど、はい、専門で、はい、もし気が向いたら、はい、ちょっと宮島人手不足なんで。あ、そうですか、待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、よいしょ。ここは鳥居がありますね。そうです、ここがね神社の玄関口になりますね。あ、そうなんですね。はい、この狛犬でかいな。そうなんですよ、よいしょ。狛犬はやっぱこう、はい、神社を守る役割をね果たしてる方々なので、はい、ここで一度結界が張られてますね。あ、そうなんですね。これから先はもう命あるものしか通れませんよ。あ、そうですか、いう方で。この鳥居自体も結構やっぱすごい鳥居でして。大きいですね、うん、もう100年以上前に建てられてるんですけど。あ、そうですか。これすごいのが両サイドの木なんですよね。あ、木じゃないですね、これ石です、はい、石、はい、石です、思わず、はい、何がすごいかってこう割れ目とか亀裂が一切入ってないの分かりますかね、うん、綺麗な石ですね。そうなんですよ、うん、これ実はこれだけ大きな岩から丸々くり抜いて運んできたみたいなんです。すごいですね、うん、
なんで上とか見たら、ね、はい、真ん中割れ目入ってるじゃないですか、亀裂が。あ、本当だ、割れてるですよね。でも両サイドは全くないですよね、はい、すごいな。そうですよ、これ頑張ってお隣の山口県から運んできた。あ、そうなんですね。そうなんですよ。ちょっと今からこの鳥をね、はい、くぐって入っていきたいと思いますんで、はい、はい、ここでじゃあ一礼して入りますね、はい、一礼します。お、結界をくぐりましたね。くぐりましたね、はい、くぐっちゃいました。行ってきます。ありがとうございます。よいしょ。ちょっとこれからの砂地が続くので、はい、ちょっとねアトラクションみたいに揺れます。あ、わかりました、はい、あの宮島唯一のアトラクションだと思ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。ちなみにね、右手にずっと綺麗な海広がってますけど、はい、宮島のシカちゃんたち、はい、この海泳ぐんですよ。え、シカ泳げるんですか。そうなんですよ、泳いじゃいます。結構あのポテンシャル高めです。そうなんですよ。宮島でちょっと嫌なことあったら、はい、この海泳いで、はい、対岸まで逃げちゃいます。あ、そうですね。だいぶ距離ありますよね。そう、2キロ近くありますね。すごい。これも鹿なんですけども、はい、犬かきで泳いじゃいます。こんな感じで泳いじゃいます。はい、でもさすがに、まあ、毎日逃げてたらね、はい、あっち側は大変なことになっちゃうので、はい、今はおでこにマイクロチップ入ってるみたいです。はい、あ、マイクロチップ入ってるんですね。すげえ。そうなんで、はい、野生とは言っても、はい、一応 GPS でちゃんと居場所は管理されてるみたいなので。そうです、ね、もう今逃げようもんならすぐバレちゃいます。すぐ捕まっちゃいます。そうなんだ。そうです、そうです。そう、一応宮島はシカちゃん数で言うとね700匹近くいます。あ、結構いますね。結構います。うん、うん、そうです、そうです。ただまあ全部が全部こう下に降りてきてるわけではないので、はい、うん、結構半分以上はね今お山の中に残ってるって言われてます。そうなんですね、うん、ですです。鹿の話してたら鳥居がまた見えてきました。、はい、あっという間に。これちなみにずっと工事してたのはご存知ですかね。知ってます。さすがです、はい、これ去年の、ね、12月までずっと工事してまして、はい、結構長いことしてまして、はい、最初2年かかるって言われてたんですけど、はい、やっぱり潮の満ち引きとか天候とかいろんな問題あって、はい、結局ね3年半かかりました。あ、そうですか、はい、もうね工事中は全部黒い足場でね覆われてまして、はいはい、何も見ることできなかったので。見れなかったんですね。そうなんですよ。なんで私たちもずっと黒い物体指差しながら、はい、あれが踊りなんですってそうやってました。あ、そうなんだ。ただそうですね、今工事も全部終わって、うん、はい、で今回色も全部塗り直してるんですよ。あ、そうなんですね。綺麗な色ですね。そうなんですよ、今一番綺麗な時で、うん、本当ですね、ベストタイミングで。この鳥居の形ってちょっと変わってますよね、うん、はい、そうなんですよ。一般的な鳥居ってこうさっき見た石の鳥居みたいな感じで、はい、2本の足で立ってると思うんですけど、これ6本の足で立ってます。6本ありますね、足が。これ両部鳥居って呼ばれてるんですけど。両部鳥居、はい、やっぱりこれだけ大きいので、はい、全体のバランス支えるのすごい難しいんです。はいはい、うん、でしかもこれ地面掘って差し込んでるわけじゃなくて、はいはい、あそこに今ポンって置かれてるだけの状態なんですよ。あ、置いてある感じなんですね。一切固定されてないので。固定されてないんだ、はい、余計にちょっと倒れないようにバランス取るのが難しい。すごいですね、うん、なのでちょっと一般的な鳥居とは違う作りで全体のバランスを、うん、頑張って支えてる感じです。地面に埋まってないんですね、うん、埋まってないです。あ、すごい。しかもこれ、そうなんです、今ちょっと満潮なんで大きさが分かりづらいかなと思うんですけども、はい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 、これ実際高さ16メートルあります。ああ、そんなになるんですね。なんであの、そうですね、奈良にある奈良の大仏さんあるじゃないですか、はいはいはい、あれよりも大きいんです、実は。 あ、はい、あれすっぽり入っちゃうくらいのサイズ感です。すごい、うん、ですです。ありがとうございます。いえいえ、これちなみにやっぱこれだけ大きいので重さもすごいですね。あ、そうですよね。これ鳥居の重さがね60トンあります。あ、60トンあるんですね。はい、60トンか。あれはじゃあ木ですかね。そうです、木でできてます。木でできてるんだ、うん、海の中なのに。そうなんですよ、木でできた鳥が入ってるんですか。なんでそれこそ、はい、今回の工事っていうのも、はい、ずっと修繕工事をしてまして。あ、やっぱそうなんですね。そうなんですよ、やっぱり木なのでね、はい、水に当たって腐ってきちゃったりとか、ね、あとはね今回虫食いの影響がひどかったみたいでして。あ、そうですか、うんうん、太いね柱の中に、うん、ゆうちゃん何人も入れる大きな穴が開いてて。あ、そうなんですね。そこに今回コンクリート流し込んだりとか。あ、そうなんだ、うん、あとはあれ木の周りに薄いステンレスね巻きつけてありますね、はいはい、そうです、そうです。よいしょ。あら、
至るところに鹿ちゃんが。よいしょ。これ松の木ですかね。あ、そうですそうです。松とこの灯籠が並んでて、そうですよ。すごいいい雰囲気ですね、ここ。ありがとうございます。まさにこの灯籠ね、すごい綺麗なんですけど、はい、実は私たちいつもここでね、はい、鳥居バックにお客様の写真撮っております。あ、なるほど。ここがね、ベストポジションになってますね。結構皆さん、はい、端っこからね、鳥居単体を撮られる方多いんですけど、うんうん、ここからだと鳥居バックにいい感じの角度で写真撮れるので、結構、ね、おすすめですね。ありがとうございます。下にベンチなんかあるんで、ここ座って写真撮っても結構ロマンチックな感じで、このベンチに座って、ね、そうですそうです、写真撮るのいいですね。いい感じで撮れますんで、うん、うんうん。あ、今日は平日じゃないですか。はい、全然人多いですよね。ですね。宮島今結構人が増えてまして。はい、あ、やっぱそうですか。そうですね、うん、特に、まあ、の鳥居の工事が終わったのと、はいはい、あとは、まあ、G7 が最近あったのと、あ、そうですか、まあ、あとはコロナのピークがだんだん弱まってきたというこのトリプルパンチ、あ、でも結構全国から世界中から、はいはい、たくさんお客さん今来ていただいてる、そうですね、うん、時期ですね。そう、これあれですか、土日とかは もっと混むんですか。あ、もっともっと混みますよ。そうなんだ、うんうん。特にこの前 の3連休なんかは、本当人めちゃくちゃ多くてですね、はい、今神社結構人少なくてすんなり入れるんですけど、うん、はい、行列がさっきの石の鳥居の方まで、あと伸びてて、あ、石の鳥居の方まで伸びてる。そう、ずっと伸びてましたね。でも入るのに30分40分待ちでしたね。あ、そういう感じなんですね。そうですそうです。なんで本当多い時は人力車もなかなか通れないくらい、そうですよ、ね、人がいっぱいなんで大変ですね。そうそう、確かに確かに。そうですそうです、ね、これがね、右手が神社の玄関口、またここからも皆さん神社入っていく感じで、はい、ほんでちょっとこれ左手もまたぜひ見てほしいですね。あ、なんかいますね。そうなんですよ、鹿だけじゃなくて白いお馬さんいますね、はい、うんうん。これ神の馬って書いて神馬、はい、って呼ばれてます。神馬、うん、神馬さん昔は本物入ってたみたいです。あ、本当に白い馬が入ってたんですか。はい、そうなんですよ。今ちょっとお人形さんになっちゃったんですけど、はい、どんなに茶色い、まあ、汚れた大馬さん入れても、うん、神様の力で必ず白くなる、すごい言われてますので、はい、もしかしたら美白効果バッチリかもしれないです。なるほどね。ゆうちゃん今年の夏、はい、結構焼けちゃったので、焼けました。もしかしたら気づいたら、はい、ちゃっかり隣に入ってる可能性あやかりたいです。よいしょ、見てた。ちなみに、はい、右手入り口なんですけど、はい、こっちにもね、ある動物が隠れてるんですけど、あ、なんか見つけました。カラスがいる。素晴らしいです、大正解です、はい、カラスさん。こっちと実はね、はい、あっちの灯籠にももう一羽乗ってるんですけど。あ、そうっすか、うん、厳島神社のこの場所をね、導いたのが、はい、この2羽のカラスさんって言われてます。へー、そうなんだ。そうなんですよ。なので宮島ではカラスは神様の案内役、はい、うん、あ、そうすか。すごく神聖な生き物なので、みんなね、カラスに尾をつけて、はい、オガラスって呼んでます。オガラスさんです。そうですそうです。あ、全然あれですね。でも島の中には、うん、なかなかいない感じですね。そうですね、今日私もあんまりオガラスさん見てないですね、はい、東京はいっぱいいますけどね、カラス。あ、いっぱいいますか、はい、あらめちゃめちゃいます。東京には負けちゃうかもしれないですね、はい、よいしょ。宮島もたまに鳥居の屋根の上とか神社の屋根の上とか泊まってる時あるんですけどね。見れたらラッキーですね。そうなんですよ、うん、今日はちょっとまだいないかな。へー、そうですそうです。そうそう、これがちょっと神社の裏側になりますね。すごい。さあ、今日満潮2時だったんで、はい、2時は本当ここも水がタプタプでしたね。あの水の跡がついてますね。ですよね。そうですそうです。これからさらに残りの水も全部なくなります。あ、そうなんですね。はい、干潮に向けてね、水がだんだん減っていきます。へー、でぜひぜひ。そうです、今度左手にね、五重の塔が立派に見えてくると思います。はい、そう、はい、よいしょ、こんな感じですね。でしょ、五重の塔今全国にたくさんあるんですけど、はい、全国に今ね42基あるって聞いたんですけど。あ、そうすか。これその中でも全国で7番目に古いと言われてます。あ、そうなんですね。ちょっと微妙な数字ですけど。ラッキーセブンって言うか。
赤いですね。そうなんですよ、うん、やっぱり結構定期的にちゃんと色塗り替えしてたりとか、うん、今でも結構綺麗な状態で残ってます、うんうん、これでも600年前建てられてますね。あ、そうですね。めちゃくちゃ古い五重塔です、うん、これ面白いのが、はい、普通五重塔って上から下まで1本太い柱がね通ってるんですけど、そうですね、そうそうそう、この五重塔は上から 1,2,3 層目でピタッと柱止まってるそうです。あ、そうなんですか、はい、これやっぱりこう強い風が吹いた時とか、うんうん、まあ、台風が来た時に、はい、うまく風を逃がして、はい、あえてこう揺れて倒れにくくするために、なるほど、うん、言われてます。へ、これあの面白いのが東京に、はい、東京スカイツリーあるじゃないですか。ありますね。あれと、ね、同じ構造で作られてるみたいな。そうなんですね。そうそう、スカイツリーもあの地震とか風とかに強いっていう風に、うんうん、ですよね、はい、そうです、そうです、まさにその同じ仕組みがこの五重塔も使われてるみたいな。あ、そうですか、うん、おしゃれに言ったら600年前の東京スカイツリーですこれなるほどですです、確かに。よいしょ、こんにちは、失礼します、ありがとうございます、失礼します、こんにちは、ありがとうございます、よいしょ。今日、はいはい、あの僕お昼ぐらいに来て、おうほうほう、この島をだいたい一周ぐるっとしたんですけど、あら、そうなんですね、あの、うん、神社仏閣すごい多いですよね。そうなんですよ、宮島結構やっぱ厳、はい、島神社がね有名だとは思うんですけど、厳、うん、はい、島神社以外にもめちゃくちゃたくさん神社お寺あります、うんうん、なので、はい、まあ、宮島ってこう呼ばれてるじゃないですか、はい、こうお宮がたくさんある島っていうことで、はい、お宮の島、宮島、なるほど、ね、って呼ばれてるようになったみたいです、うん、そうそうそう、あ、それは知らなかった。で正しくは厳島ですね。あ、うん、そうなんですね。そうです、そうです。どうですか、こんにちは、こんにちは、嬉しいですね、海外の方やっぱりすごい珍しいみたいで特に女性の社夫さんはね、あ、かもしれないですね、びっくりしますよね。 ありがとうございます、はい、本当街中で急に写真撮影会始まったりしますからね、はい、よいしょよいしょ、お、よいしょよいしょ、そう、どうですか、ちなみに今日宮島グルメとかは何か食べましたか。あ、僕はね、あの牡蠣と穴子を食べました。バッチリです。バッチリですか、完璧ですね忘れ入れません、はい、どうですか、お口には合いました。あ、とても美味しかったです。あ、よかったです、うん、生牡蠣をね、うん、食べたかったんですけど、はい、まだ時期じゃないんですね。そうですね、11月ぐらいからやるらしくて、そうですね、寒い時期がだいたい牡蠣は旬なので、そうですね、まだ提供、これからそう売られてなくて早かったです、ちょっと早かったですね。またリベンジで来てください。わかりました、ありがとうございますなんですよ、はい、生はね、そうですね、寒い時期が美味しいですね、やっぱり、うん、宮島っていうと、うんうん、やっぱりあの牡蠣っていうのが、はい、あれですかね、うん、名産というか、そうです、もう、はい、宮島グルメって言ったら牡蠣、はい、あとは穴子飯ですね。穴子飯って美味しいですよね、うん、そうです、うん、穴子飯は今回食べました。あ、穴子飯をさっき食べました。あ、もう完璧じゃないですかそうそう言うことなしですね、はい、よかったです。穴子飯も、はい、結構2種類あって、はい、1個が普通のこう焼いてある香ばしい穴子飯、はいはいはい、でもう1個が蒸してある穴子飯。あ、蒸してるやつ。蒸してるのは結構ふわふわで味も優しくて、いいですね、結構美味しいですし、そう、焼いてある穴子飯もすごく香ばしくて食べ応えもあってめちゃくちゃ美味しいんですよ、うんうん、なんでもう選べないですねでも、はい、穴子飯のお店も本当めちゃくちゃあるので宮島、はい、そうですね、多いですね、もうめちゃくちゃ多いので、うん、もうどこ行っても間違いないです、もうどこも美味しいです ね、 ですねゆうちゃんさんは、うん、なんか宮島で好きな食べ物って言ったら 何ですか。難しい、めちゃくちゃあるんですけど、はい、やっぱ食べ歩きが宮島有名でして、そうですね、食べ歩きグルメで言ったらもう定番の揚げもみじですね、やっぱり。あ、揚げもみじか。揚げもみじめちゃくちゃ美味しいです。食べてる人多かったです。ですよね、うん、そうなんです、あれめちゃくちゃ中毒性あって、はい、もう1本食べたら、はい、もう気づいたら2本目行ってますし、あ、ちょっとあの、うん、海外のお客さん向けに説明すると、はいはい、もみじっていうのはあのもみじの形をしたおまんじゅうが宮島で売られていて、うん、そうです、そうです。で、揚げもみじっていうのはそれをまた揚げたものっていうことですよね、うん、ですです、はい、そうなんですよ。で、まさに今からそのもみじまんじゅうが生まれたって言われてる公園にね向かっておりますので。そうなんですね。そうなんですよ、発祥の地に今から行きます。
ここの通りは雰囲気ありますね。そうなんですよ。この通りはそのもみじ谷公園があったりとか、はい、あとはねロープウェイがあります、この先。あ、ロープウェイなんですか。うん、そうです。へ、なんで登山される方とかロープウェイ乗る方はだいたいここから小山登っていきますね。そう、あ、すごい素敵な雰囲気の通りですね。ありがとうございます。この辺はもみじがすごく綺麗なね、うん、エリアなので、マンホールもよく見たらねもみじ柄になってるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。これからまたいっぱい増えてくると思うので、はい、ぜひぜひ。でしょ。あ、もうマンホール本当だ。あ、ありましたね。そうそう。もみじが描かれてる。もみじ柄のマンホールです。でしょ。へー。あ、すごい。もみじだ。あ、ありがとうございます。今はね、新緑のもみじがめちゃくちゃ綺麗に見えます。綺麗ですね。はい、ありがとうございます。うん、よいしょ。ここ山ですね。結構ね、山です。宮島坂道めちゃくちゃ多いですね。あ、そうですか。そうです。結構皆さんが思ってるより広い島ですし、はい、うん、結構距離もいろんなところに行くのに歩かないといけないので、そうですね、意外とね体力使います、宮島。結構なんだろう、朝来て夜ぐらいまで観光ね、うん、はいはい、普通になんか時間かかりますよね。行けます行けます、うん、もう本当全部名所見て回ろうと思ったら、はいはい、1日は足りないです。そうですよね、うんうん、なんで結構宿泊されて、はい、2日かけて観光される方結構いらっしゃいます。いいですね。うん、なんか朝とかはまだ人が少ないと思うんで、うん、あ、うん、そうですそうです。観光するのがすごい朝とか。めちゃめちゃおすすめですね。いいですよね。そうですよね。ですです、うん。めっちゃおすすめです。あとはまあ夜ですね、はい。結構5時でお店閉まっちゃうので、はい、夕方帰っちゃう方多いんですけど、うん、その5時以降ライトアップがあるんですよ。あ、そうなんだ。うん、で宮島は大鳥居と、はい、うん、あとはね五重の塔。あ、五重の塔も。あと厳島神社も。あ、ライトアップするんですか。ライトアップするんですよ。そうなんだ。めちゃくちゃ綺麗なので。あ、そうなんですね。そう、宿泊される方とか、はい、夜帰りの電車が遅い方なんかは、はい、夜の宮島散歩めっちゃおすすめです。いいですね、うん、ぜひぜひ、はい、よいしょ。はい、御社は何時から何時ぐらいまで営業されてるんですか。これ人力車ですか。はい、人力車は、まあ、はい、そうですね、だいたい朝は10時ぐらいから、はい、で夕方は5時までですね。あ、そうですか。うん、ですです。わかりました。じゃあ、まあ、5時ぐらいまで人力車乗って、うんうん、ライトアップ見に行くのがいいですね。最高です。バッチリですね。はい、ベストコース、はい、じゃあ、でちょうどね今見えてきたこの赤い橋がね、うん、かかっている公園、これがもみじ谷公園ですね。おー、そうなんだ。はい、よいしょ。これがもう今はね、もみじ本当緑の葉っぱなんですけど、はい、秋になったら本当あの橋と同じぐらい真っ赤に染まりますから。そうすか。もう絶景です。へー。宮島もみじの木が1400本ぐらいあるって言われてるんですけど、そのうちの半数の700本この公園にギュッと詰まってます。そうなんだ。はい、なんでもう秋は絶景ですね。うん、ここがさっき言ってたもみじまんじゅうの発祥の地です。あ、そうですか。これだけたくさんもみじあるんですけど、はい、実はねもみじあんまり関係ないかもしれないんですよ。ああ、そうですか。後ろに岩荘さんっていうね、はい、これが老舗のお宿さんになるんですけども。あ、ここ宿なんですね。そうなんですよ。いや、雰囲気あるな。ありがとうございます。はい、ここに初代内閣総理大臣の伊藤博文さん、はいはい、彼がよく泊まりに来てたみたいで。あ、そうですか。まあ、彼相当女好きって聞いてます。そうなんですね。この公園の中にあったカフェにねよく行ってたみたいで、はいはい、そこで働いてた女の子がめちゃくちゃ可愛かったと。はい、あ、そうですね。で、ある日女の子が伊藤博文にお茶どうぞって出した時に、はいはい、その女の子の手をパッと取って、はい、お嬢ちゃんの手、もみじみたいに可愛らしいね、両面焼いて食べちゃいたいねって冗談交じりに言ったね。はい、その言葉をたまたま旅館のおかみさん聞いてて、はい、これお菓子にしたらいけるんじゃないかと。おー、アイデア生まれて、はい、うん、和菓子職人さんと相談して生まれたのがもみじまんじゅうって言われてるので。すごいですよね。もう広島の観光のお土産の定番になりましたもんね。はい、そうですね。もう広島といえばもみじまんじゅうみたいな。そうですよね。そうなんですよ。はい、なんで今やっぱめちゃくちゃ進化してまして、はい、味も今60種類以上あるみたいです。そんなにあるんですか。めちゃくちゃあります。最初はやっぱりあんこが定番ですよね。定番もあんこです。うん、あんこももうこしあん粒あるので、これもやっぱ好みすごい分かりますね。あ、そっかそっか。もう好きなの見つけてもらって。確かに確かに。で今本当バラ売りとかもしてるので、うん、そういろんな味をこう買って食べ比べするのもすごい楽しいと思います。そうですね。うん、うん、そうです。
はい、これちなみに2つ目の写真スポット、はい、いつもここに人力車止めてこの赤い橋と緑のモミジバックにお写真撮っております。ここすごそうですね。めちゃくちゃいいお写真撮れます、うん、そうです。人力車乗ったままでもいい写真撮れますし、はい、もし人力車降りたらあの橋の上にね乗って写真とかも撮れるので。これはこれでまためちゃくちゃいい写真撮れます。ああいいですね。はい、今の時期でこれだけ綺麗なのでね、はい、秋はもうやばいです。秋めちゃくちゃ綺麗です。だいたい何月ぐらいから、うん、そうですね、宮島ちょっとピークは遅めでして、はいはい、11月の下旬ぐらいが、あ、そうですか、うん、紅葉のシーズンと言われてますね。ちょうどじゃあ生牡蠣も食べれるから。そうです、もう11月の終わりぐらいから。11月の下旬いいですね、うん、ぜひぜひおすすめですね、うん、ただもう人はめちゃくちゃ多いです。あ、一番やっぱ そ,、ね、その時期が混みますよね。混みますね、うん、やっぱ皆さん綺麗な紅葉をね見に来てくださるので、はい、そうですよね。そうです、そうです、うん、よいしょ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 。これちなみにこれ右手側がねバス停になってるんですよね。ここ何ですか。でこれ実はそうなんですよ、バス停、ここからね上にロープウェイ乗り場があるんですけど、はい、歩くとちょっと距離があるので、はい、皆さんこの無料のバスに乗って、だいたいロープウェイの駅まで。無料なんですか。そうなんですよ、誰でも乗れま す, すごいです、ね、そうなんですよ。なんでロープウェイ行かれる方はぜひバスで行くのをおすすめしますね、うんうん、いいですね。あら、仲間の人力車がやってきましたね、またよいしょ。もうムキムキのお兄ちゃんばっかりですよ、宮島。本当ですね。あの宮島の車夫さんで、はい、女性の車夫さんって、うん、ゆうちゃんさんだけですか。そうなんです、今一人になっちゃってすごく寂しいので、うん、Thank you。 そう、もしこの動画見られてる方で、はい、女の子いたら、そうですね、ぜひ待ってるので、はい、ぜひぜひ宮島にお越しください。うん、うん、すごく宮島はいいところですね。あら、ありがとうございます、はい、すごい多分働くとすごいなんか楽しいと思いますね。嬉しい、ありがとうございます、うん、そうそう、本当自然も豊かな街ですし、そうですね、人もめちゃくちゃ優しいですみんな、うん、嬉しいです。確かに、よいしょ。あのゆうちゃんさんって、はい、あの海外のお客さんが来た時に、うん、はい、ご案内って英語でできる感じですか。私も今絶賛勉強中なので、もう知ってる単語振り絞って、はい、なんとか頑張って。あの乗ることは可能なんですね。そうですね、ぜひぜひ。写真も今頑張って練習してるので、 お任せあれですね。じゃあぜひあの広島に来たら皆さん宮島に行って人力車乗ってみてください。ぜひぜひお待ちしてます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、結構ね昔ながらの街並みもたくさん残ってるんで ね、いいお写真撮れると思います。本当にあの、うん、なんですかね、どこ歩いてても結構、はい、映えるというか。あら、ありがとうございます、はい、嬉しい。お、夕方の今ぐらいの時間帯はすごくいいですよね、うん、ですね、そうです、結構観光しやすくて、うん、おすすめですこの時間帯。人がちょっとやっぱ減りますもんね。そうです、ぐっと減りますね。そうですよね。後で入れます、ありがとうございます。今のはね、タクシーですね。宮島もタクシーが走ってるんですね、うん、そうなんですよ。ただめちゃくちゃレアでして、はい、島の中タクシー3台しかないです。あ、そうですか。めっちゃレアだったんですね。そうなんですよ、今のレアな3分の1ですね。そうです。よいしょ。でこれもね、正面に実は見えてるあの緑のお屋根、はい、あれが大松院ですね。大松院、はい、宮島で一番古いお寺ですね。この距離でも結構大きく見えるんで。そうなんですよ、多分近づくと相当大きい建物なんですね。大きいです、うん、で敷地内もすごく広くてですね。あ、そうですか。お堂が10軒以上あったりとか。そうなんですよ、すごい。ここだけでも結構時間かけて観光することできるのでそうですよね、うん、おすすめです、うんうん、よいしょ。この辺りは結構あれですか、うん、古い建物はこれ民家が並んでる感じですか。そうです、そうです。ここがね一応滝障子って呼ばれる通りでして、はい、宮島で一番最初に町が形成された通りと。ああ、なるほど、うん、言われてますね。ここから町ができていったんですね。そうです、そうです。へ、昔はの神社関係の方のお屋敷がずらーっと並んでたみたいで。そうですか、なるほど、ね、そうなんですよ。今はね結構一般の方のお家も増えてますね、はい、あ、すごい、うん、ノスタルジックな
そうですね、日本の雰囲気が感じれますね、はい、ありがとうございます。ただ見ての通り結構坂道なので、はい、結構ねここまで足伸ばされる方は少ないですね。いやー、森川さんすごいですね。いやいや坂多いですね、ここね。多いですね、うん、だいぶね坂道登ります。よいしょよいしょ。でまたね結構ね車通りが多いんですね、この通りは。あー、そっか、あの、うん、住んでらっしゃる方がいるから。そうなんですよ。よいしょ、すみません。もう一般の方のやっぱ車も多いですし、はい、あとはねお宿さんがたくさんあるので、送迎の車が結構、送迎車か。そうなんですよ、行き来してますね。あ、お、すごいな。見えてきました、証券屋敷と呼ばれてます、ここ。はい、証券屋敷、うん、もうだいたい代々こう神職の方が住まわれてる。そういうことか。お家でして、今も実際住まわれてるそうですね。あ、そうすか、うん、宮島で唯一こう一般の方の民家が国の重要文化財になってる建物ですね。立派な石垣が。そうです、そうです、ありますね、すごいですね。いいですね、やっぱ雰囲気が。すごいですね。そうです、今でもたくさん残ってます。よいしょ、すいません。これだけね結構車通りあるんですけど、はい、宮島信号機が一個もないです。あ、信号機ないんですね。そうなんですよ。そっか、全然皆さん譲り合いですね。あ、そうなんだ。優しい心持って運転してます。確かに。やっぱ人力車も軽車両扱いなので、うん、やっぱ車と同じルールで走らないといけないので。そうですよね。そうです、そうです。なんでよく渋滞も巻き込まれますね、人力車。そうですよね。そうです、そうです。結構あれですね、ここも歩いてくる方多いんですね、うん、多いですね、うん、結構特に海外の方なんかは、うん、日本来られる前に結構調べてちゃんと来られてるので、意外と日本の方よりも海外の方の方がこういう穴場スポット詳しかったりします。そうなんですよ。それこそねフェリー乗り場とかから歩くと結構距離もあるので ね、うん、そうですね、もうここまでだと結構30分ぐらいかかりますよね。そうなんですよ。もし行かれるなら人力車おすすめです、うん、あ、おすすめですね。もりもり登るので、はい。御社って、乗り場でいうとどのあたりに行けばいいんですかね。そうですね、基本的には商店街の入り口の方と、はい、あと神社の出口にも待機してます。あ、そうですか、うん、で、そうです、はい、で運が良ければの気まぐれで私桟橋にもおりますんで。桟橋ってさっきのスタートですね。そうです、フェリー乗り場のところですね。そうです、はい、あそこにポツンと立ってることあるので。そうそうそう、はい、まあ結構宮島歩いてたら、うん、どこかしらに誰かしら立ってらっしゃるんで。そうですね、はい、多分どこかで、うん、必ず会えると思います。会えると思います、はい、ありがとうございます、はい、そう、またこんなところにもねポツンと神社ねあります。これ一応淡島神社と呼ばれてますね。そうです、こう祀られてる神様がめちゃくちゃ可愛いです。何ですか。少ない粉の御事って言うんですけど、はいはい、体長が3センチです。え、そうなんですか。めちゃくちゃ小さいです。これ日本の有名な昔話の一寸法師のモデルになった神様みたいです。はいはい、ですね。ですです。そっかそっか。ご利益としては安産が有名です。あ、そうなんですね、はい、なんで結構女性の観光客の方よくお参りに来られてたりとか。あ、うん、そっかそっか、します。あらしかちゃん葉っぱ食べてますね。もぐもぐタイムや。よいしょ。この子ちょっと分かりづらいけどね、角がね切られちゃってるので、はい、ちょっと角見えづらいんですけど、今の男の子でしたね。そうなんですね。ちょっと多分さっきちらっと映ったと思うんですけど。あ、来ましたね。ついてきてる。こんにちは。そう、宮島の鹿ちゃん、こんにちは。そうそう、秋になったらやっぱみんな危ないのでね、角チョキンって切られちゃいますんで。はい、うん、そうなんですね。そう、今もう始まってるみたいですね。こんにちは。じゃあ次こっちに俺歩き。も一緒に歩いてくれてますね。本当ですね。まだ酔ってました。よいしょ。宮島のシカちゃん可愛らしいのがね、お尻ハート型になってるんですよ、はい、本当ですね、すごいラブリーなんですよ。可愛い、お尻フリフリしてる。ハートマークに見えますね。ハートマークに見えるんですよ、うん、よいしょね、シカちゃんにねついていったら到着しましたね。着きましたね。少々ここがね大正院、はい、よいしょ。今から1200年前に、はい、弘法大師空海さん、
あ、空海、はい、が建てられたお寺です。ここを訪れた際にぜひ立ち寄ってほしいのが、はい、波切不動明王というお不動さんですね。あ、不動明王、これ豊臣秀吉の守り仏って言われてます。あ、そうなんですね、ここお参りすると、はい、悪い波断ち切って、うんうん、性分仕事運、はい、ぐっと底上げしてくれます。あ、そうすか、はい、あ、なんで広島やとカープの選手、はい、性分上げに、はいはい、お参りに来られるそうで。そうです、そうです、日本のプロ野球の球団ですね。広島東洋カープの、ね、はい、選手来られてますし、うんうん、あと最近ガッキー来られたみたいですね。あ、ガッキー来たですね。ガッキー来られてお参りされてるみたいなんで。プライベートで来たんですか。みたいですね。あ、ガッキーが、うんうん、すごい日本で有名な女優さんです。超人気の女優さんです。そうなんですよ、はい、よかったら皆さんもぜひ、はい、大書院、はい、お越しください。中めちゃくちゃ広いので結構本当楽しめると思いますし、パワーもらえるので、うん、ありがとうございます。はい、よいしょよいしょ。お、またしかちゃん、ね、結構ね、この橋の上なんかでもね、素敵なお写真撮れます。この大松院バックで、今の時期はね、本当それこそ新緑のもみじすごい綺麗なのでね、うん、赤い橋とのコントラストで本当ですね。そうです、いいお写真撮れますし、あ、またしかちゃんこっちやっぱ山の方だから鹿が多いんですかね。そうです、多いですね、うんうん、それこそついこの間まで鹿ちゃん出産のシーズンだったので、はい、結構ね、運が良かったらバンビちゃんと出会えます。あ、うん、そっかそっか。結構バンビちゃんこういう山の方にたくさんいましたね、はい、すごい勇敢な、よいしょ。いや、本当に逃げないですね。ですね、車とか来て全然、そう、びくともしない、全然逃げないですよいしょ、行ってきます。よいしょ。ゆうちゃんさんは、はい、なんかこの宮島で好きなスポットとかってあります？うん、好きなスポットですか？はい、わ、めちゃくちゃあるな。さあな、やっぱりまあ定番の大鳥居はぜひ見てほしいんですけど、そうですね、結構皆さんの商店街側から鳥居見られる方多いんですけど、はい、ぜひね、神社の出口側ですね、反対側から鳥居見ていただきたくて、はいはいはい、鳥居の屋根の端っこ、はいはいはい、あそこに実は月と太陽のマークが書かれてるんですね。え、そうなんですね。そうなんですよ。これもよく見ないとなかなか、ね、見つけられないんですけど、ほうほう、さあ商店街側から見ると太陽のマークしか見えないんですけど、はい、そう、神社の、ね、出口側から鳥居見ると月のマークも見えますんで。そうなんですね。そうなんですよ。知らなかった。そうそう、結構いつもと違う角度で、ね、鳥居見てみてもいろんな発見あるので楽しいですね。これはちょっと人力車に乗らないと分からなかった情報ですね。 ありがとうございますありがとうございます。ぜひぜひ。今度あとはな、そうだな、いっぱいあるな。結構ね、千畳閣とかもおすすめですよ。千畳閣、うん、五重の塔、さっきあったじゃないですか、うん、はい、あの隣に千畳閣っていう大きなお堂があるんですけど、へ、そうです、めちゃくちゃ広いんですよ。あ、そうなんですね、うん、中すごく広くてですね、うん、そうです。あと中から宮島一望できますし、そう、すごくね、いるだけでもすごい気持ちいい場所ですね、はいはいはい、うん、心癒される場所ですし、うん、秋のシーズンなんかは本当赤く染まった宮島を、お、そうそう、見渡すことできるので、はいはい、おすすめですね。あれ、千畳閣ってあれですか、はい、中に神社がある。あ、そうです。あ、報告神社が中に入ってるとこですか。めちゃくちゃ詳しいじゃないですか。さっき行きました。あじゃあもうパワーもらってきたんですね、もう。あそこはすごい良かったです。あ、嬉しい、ありがとうございます、うん、そうなんですよ。あそこも結構なかなか行かれる方少ないんですけど、はい、めちゃくちゃ景色が良くて、うん、そう、厳島神社上から見下ろせるんですよね。そうです、そうです、そうそうそう、めちゃくちゃいい景色で、はい、そうです。わあ、よかった、行かれたんですね行きました。さすがです、はい、もう宮島マスターですね。いやいやいやそうなんですよ、はい、すごいおすすめですね。よいしょ、よいしょ、あ、ちょうどこれ正面に見えます、千畳閣。あれか、五重の塔とあの大きいお屋根ですね。大きい屋根ですね。はい、こんにちは、それいります、失礼します、ありがとうございます。よいしょ、それいります。
しょう。よいしょよいしょ。すごくこの宮島はこう時間がゆっくり流れているようなこういい雰囲気がありますよね。ありがとうございます、はい、特にねこの時間帯は本当のんびり宮島観光できるので本当ですね。めちゃくちゃおすすめですね。確かに人減りましたね。ぐっと減ります、うん、この時間帯は。お昼ぐらいがやっぱり多いですね、うん、多いですね一番、うんうん、こうご飯屋さんもみんな商店街集中しているので、あどこもね結構並んじゃいますねお昼は、うんうん、なるほどね、うん、なので時間ちょっとずらして行ってみたりとか、はい、うんうん、商店街以外にも美味しいご飯屋さんたくさんあるん で、 そ、 うですよ、ね、そこで食べたりするのもおすすめです、ね、ありがとうございます、うん、よいしょ。ちなみに左手ねまたもみじまんじゅうのお店ですね。よいしょ。もみじまんじゅうのお店も至るところにありますね宮城ネパリ。たくさんありますよね、うん、よいしょ。でもらおうかな。よいしょ。ここはね左手実際に焼いてるところもね見学できたりするんですよ。本当だ。ですよです。ほほ。ゆうちゃんさんって、はいはい、ご出身も広島なんですか。そうです。私ずっと広島ですね。そうですか。そうなんですよ。なんで毎日フェリーで通ってますね。はい、うん、フェリーで毎日通ってるんですね。そうです。フェリー通勤で。ああフェリー通勤ね。フェリー通で。すごい。はい。あの広島はまあこの宮島もあると思うんですけど、はい、なんか広島に来たらここもおすすめだよっていうなんか観光地ってありますかね。じゃあなあやっぱまあ有名どころ同じ世界遺産で言ったら原爆ドームですね、はい、あ原爆ドームね、うん、結構見ると結構すごいですよね、うん、そうです。結構感じるものありますよね。ありますね、うん、ぜひちょっと一度はね、はい、皆さん訪れていただきたい場所でもありますし、うん、うんうん、あとはまあ結構若い方とか人気なのは本通り、広島のもう市内ど真ん中になるんですけど、大きいアーケードがあるんですけど、本当いろんな食べ物屋さんとかレストラン、カフェ、服屋さんとかいっぱいお店が集まってる通りでして、そうそう、あそこはね結構お買い物したりとか友達とワイワイするのに、あそうなんですね、そう若者の街っていう感じで、うんうん、おすすめですね。よいしょ。じゃあ視聴者の皆さんそのあたりをぜひ、お、うん、行ってみてください。おすすめです。よいしょ。よいしょ。で今ぐるっとまた戻ってきて、はい、さっきの、ね、で公園のところまで、よいしょ、うん、ちなみに、はい、岩荘さんって看板がはい、あるじゃないですか、はい、これさっき登ってるところに右手に見えてたお宿さんね、はいはい、伊藤博文が泊まったよっていうね、はいはいはい、あそこ宮島で一番歴史のあるお宿さんなんですけど、はい、あそこにちょうど見えますね黄土色の建物、ね、うん、あれ実は今回 G7 の時に各国首脳の方々集まって、はい、会食されたのがあの岩荘さんです。すごい。そうなんでしょう。宮島で G7 やったってのはなんかすごいですね。すごいですね。もう、うん、G7 中はやっぱり一般の方はもう一切入れなくなってたので。おお、そうですか。そうなんです。もう警察の方と、うん、まあ、実際住まわれてる方ですね。あとは私たちみたいに働いてる人、うんうん、だけが船乗ることできたっていう感じです。そうですね。そうそう、結構本当何ヶ月も前から、はい、お宿さんとかは全部警察の方が貸し切って、お、もう泊まり込みでパトロールされてまして。あ、大変ですねやっぱね。なんで、まあ、皆さんね、あの警察の制服着てパトロールしてたら分かりやすいんですけど、はい、もう皆さん私服でパトロールされてたんで。あ、なるほど。そう、私もあの何回か警察の方に営業かけましたね。あ、そうですか。そうです、そうです。よいしょ。こんなポストなんかもやっぱ危険物入っちゃいけんのでぐるぐる巻きされてましたね、ラップで。あ、そうなんですね。そうそう、ポストも使えなくなってましたね。そう、こんにちは、お疲れ様です。だいたい宮島の、はい、フェリーって、はいはい、あの最後何時ぐらい乗れる感じですかね。そうですね、もう最後夜は10時台のフェリーがあるので。10時台があるんですね。そう、結構ね遅くまで宮島楽しめますよ、はい、あ、そうなんですね。そうです、そうです。そう、
大体10分ぐらいですよね、乗ってる時間って。そうです、そうです。ただちょっと夜になってくると、はい、だんだん間隔も開いてきて、あ、そうですか。1時間に2本とかになっちゃうので。あ、そうなんですね。そうです、そうです。よいしょ。よいしょ。入ります。ここも結構裏道になるので、はい、隠れ家的なね、おしゃれなカフェがあったりとか。あ、すごい。そうそう、結構穴場のお店たくさんあるので。おすすめですね。よいしょ。広島ってレモンを使った飲み物とかスイーツ多いですよね、はい、多いです。瀬戸内レモンがすごく有名なので、はい、そうですよね。そう、レモン系のドリンクとかスイーツとか、うん、たくさんあります。いいですよね。あの中でもおすすめなのがレモンビールですね、はい、あ、レモンビールね、はい、僕大好きです。レモンビール、あら、嬉しい、はい、めちゃくちゃ美味しいです。レモンビール美味しいですよね。うん、うん、お、すごい。ここはなんかそうでしょう。ちょっとこれからトンネルを下っていきます、はい、そう、もう宮島で一番急な坂道ですね。これあの、うん、あんまりこういう下り坂って、はい、あの浅草とかだとないんですけど、あ、うんうん、結構この下り坂の方が実は大変だったりするんですよね。そうですね、実は、まあ、そうなんですよ、うん、今まで下り坂かと思って頑張って引いてたんですけど、はい、最近あの人力車にブレーキつきまして。あ、ブレーキついたんですか。実はお、本当だ、ついちゃいまして。ブレーキついてる。そうなんですよ。もう今まではブレーキなかったんで、ちょマッスルブレーキで大変ですよね。頑張ってやってたんですけど、はい、この度やっとブレーキつきまして。ああ、よかったですね。はい、もう全然違いますね、やっぱり。あ、京都で見て以来の。あ、本当ですか、はい、ついに宮島にも、宮島にもブレーキが、ブレーキ届きましたね。そうなんですよ。少々、お、車が、よいしょ、待っててくれてます。少々、少々、あ、そこも、いい感じの通りですね。そうなんですよ、これからちょっとまた裏通りを紹介したいと思うので。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょ、忘れ入ります。そう、忘れ入ります。そう、今からちょっとご紹介するのが、はい、町屋通りって呼ばれる通りになります、はいはい、漢字で書くと、あ、こんな感じです。町屋通り、あ、町屋通り、うん、いわゆる町屋の、そうです、そうです、はい、もう江戸時代のメインストリートだった通りですね、ここが。そうなんですね。そうなんですよ。うん、なんで江戸時代ここがメインストリートだった時は、はい、今の大きい商店街あるじゃないですか、はい、あっちまで、ね、全部海でしたね。あそこ海だったんですね。そうなんですよ。あ、そうなんだ。あそこが今こう埋め立てられて、はい、大きな商店街になってる感じですね。そうですか。へー、うんうん、そうなんだ。なんで今は結構この通りは人も少なくて、はい、うん、ゆっくりまた観光できる穴場スポットですね。あ、そうですか、うん、ここもまたこんな感じでおしゃれなカフェとかね、お宿さんとかたくさんありますね。へー、少々、ほっほっ、ここもね、また車通りはちょっと多い通りになりますね。本当ですね。はい、うん、そう、やっぱり宮島は一福島神社があるので、はい、境内地が結構広いんですよ。おー、なので、まあ、車が通れない場所っていうのが結構たくさんありまして。あ、そういうことなんですね、うん、なので大体車はこういう裏道とか、うん、車通れる道路を通って島を移動する感じですね、はい、うん、この町屋通り、もう一個面白いのが、はい、お家の、ね、形なんですけども、はい、奥にめちゃくちゃ細長いんですよね。長屋みたいな。そうなんですよ。やっぱり昔ね、江戸時代、はい、お家の税金、当時は年貢ですね、はい、家をこう正面から見た時のこの横幅で決めてたみたいで、年貢ね。そう、なんで前から見たらめちゃくちゃ狭い家だなと思うんですけど、はいはい、実は奥にめちゃくちゃ長いお家っていうのがそこ分かりやすいかな。今でもね、結構残ってます。あー、すごい。そうなんですよ。よいしょ。これ何の音楽ですか。これちょうど5時の合図ですね。あ、5時の合図。宮島12時と5時、結構盛大に。あ、そうなんですね。そうですよ、お知らせしてくれるので。これどこから流れてくるんですか。これどこから流れてるんですか。スピーカーが何箇所か。あ、スピーカーがあるんですね。あるので、そこから流れてるんだと思うんですけど。あ、そうなんだ。そうです、そうです。よいしょ。
構ね、この通りは江戸時代は、ね、芸者街と呼ばれてましたね。あ、じゃあ芸者さんがいらっしゃったんですね。そうなんですよ。です、芸者さんたくさんいましたね。少々芸者さんは今もいらっしゃるんですか。今は、ね、いないです。あ、今いないですね、はい、昔江戸時代は、はい、たくさんこの特に、ね、この通り、うん、いらっしゃったみたいで、今でもその名残で、はい、ちょっと分かりますかね、2階に柵がついてるんですけど、はい、あそこから芸者さんがおいでおいで言ってこうやって手振ってたみたいな。ですです。じゃあ滑りまーす。お、またムキムキのお兄さん来ましたね。あ、しかもさっきのあれタクシーじゃないですか。あ、本当2回目や。ラッキーですね。ラッキーですね。なんかいいことあるかもしれないですね。よいしょよいしょ、失礼します。ありがとうございます。よいしょ、入ってきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。今日はちなみにご宿泊されるんです、はい、今日は広島のあの、なんだ、本土っていうか市内の方に戻って宿泊します、はいはい、うん、あら、いいですね、はい、明日は、明日は会長官、ちょっとまた別の場所に人力車に乗ってきます。あら、素敵ですね、はい。人力車どれぐらいの頻度で乗られてるんです？人力車は、うん、頻度はちょっとあれなんですけど、うん、はいはい、この去年の4月から乗り始めて、うん、ちょうど1年半ぐらいで、あら、うん、多分200回とかさ、それぐらいですね。すごいですね、はい、乗ってますね。大ベテランです。 ありがとうございます。すごい、もう今更ですけど、うん、めっちゃ緊張してきました。あ、でもそういう意味で言うと、うん、はい、あのゆうちゃんさんは、うん、もうめちゃくちゃなんか、うん、あの乗り心地いいというか、本当ですか。ガイドもすごく素晴らしいし、何よりお話ししやすいというか、めちゃくちゃ嬉しいこと言ってくださる、はい、ちょっとときめいちゃいますね、はい、そんな言われたら。だいぶ僕今上から言いましたね。いやいやいや、めちゃくちゃ嬉しい。褒められて伸びるタイプなんで、はい、あ、そうですか。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます、はい、すごくあの初めての宮島の人力車、うん、すごい楽しめてます。いや、嬉しい、はい、ありがとうございます、はい、多分視聴者の皆さんもすごい楽しめてると思います。本当かな、はい、嬉しい。なかなかこんな撮られる機会なんてないのでね。そうですね、僕は、うん、あの出身山口県なんですよ。あ、はい、お隣ですね。あ、お隣なんですよ。あら、ご近所さんでしたね。そう、でも意外と東京に住んでるから、うん、あんまりね、はい、こっちの方には来ないんですよね。そうですよね、うん、確かに嬉しいです、はい、あの僕もなんかの宮島で人力車をこうやって、うん、はい、ね、引いてる人たちがいるってのはすごい嬉しいですね、うん、あら、ありがとうございます、はい、嬉しい。よいしょ。私もやっぱり生まれが、ね、はい、広島なので、はい、本当人力車引くなら宮島だなってずっと思ってたので、うんうん、そうそう、今ここで引けててめちゃくちゃ楽しいですね、やっぱり。そうですよね、うん、そうそう。じゃあ、でもやっぱいずれはそういう東京とか、はい、あといろんな場所で弾くのが夢ですね。あ、本当ですか。うん、他の場所の人力車に乗られたことはあるんですか。はい、あ、ありますよ、うん、何回か、はい、それこそ京都とか、はい、最近は奈良で乗ったりとか。あ、奈良ね、うん、今日そう、シカちゃんがあっちもいっぱいいるんで。いましたね、ライバルですね。でも奈良とかもすごい楽しかったですね、やっぱり。楽しいですよね、奈良ね。そう、あ、普段、うんうん、はい、御社の奈良店がね、うん、今年夏にオープンしましたもんね。そうです、そうです、うん、さすがです、やっぱ詳しいですね。僕乗らせていただきました。あら、ありがとうございます。嬉しい、はい、ですよね。奈良もめちゃくちゃ昔ながらの街並み残ってるし、はい、そうそう、あ、ありがとうございます、お疲れ様です。そう、あ、戻ってきましたね。そうなの、実は。すごい、あっという間、もう1時間経ってる。あっという間だった。そうなんですよ、めちゃくちゃあっという間で、はい、私もびっくりしてます。あ、楽しかったですね。いや、こちらこそ、うん、少々。どうですか、なんかこう最後聞きたいことだったりとか、はい、宮島のことでわからないこととかもしあれば何なりと、はい、どうしようかな、うんうん、なんかあの、うん、宮島の魅力を一言で言うと、はい、どんなところですかね。一言で言うと、はい、わあ、難しいな。やっぱりもう他では絶対見ることのできない海の上に浮いた大鳥居ですね。海ね、うん、そうですよね。これは本当宮島に来ないと見れない景色なので、うん、そうそう、鳥居も海の上に浮いてるし、うん、あの神社が ね、 そうですね、海の上に立ってるってのは珍しいんで、うん、そうなんですよ、はい、
で特にやっぱり綺麗な、ね、景色見るなら、うん、ぜひ満潮の時間帯に来てほしいですね。はい、多分調べれば出てくるん で、うん、満潮の時間、うん、ちゃんと時間ホームページとかに出てると思うので、はい、うん、その時間に合わせて来ていただければ、ね、めちゃくちゃいい景色見れるので、はい、おすすめですね、ぜひ、はい、ありがとうございます。本当に貴重なお時間を、はい、今日は楽しいお時間をありがとうございました。じゃあゆっくり下ろしていきますね。はい、ありがとうございます。そう、じゃあ降りる準備してまいりますので、はい、はい、じゃあすいません、今日ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。ぜひまたお待ちしてますので、はい、ありがとうございました。はい、じゃあこれで失礼します。ありがとうございます。